はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは。始めてきます。いつもより少し早い時間の参上です。よろしくお願いします。10月ログインボーナス、今日はこれをプレゼントするわ。ありがとう。ログインボーナス、はい、これプレゼントあげるよ。3つもどうもありがとう。ということで、改めまして皆さんこんばんは。そしてアニメキャプテン翼中学生編スタートおめでとうございます。どん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 楽しみですね。そんなわけで、今日は何でしたっけ、全日本とやるんでしたっけ。遅れてきた太陽王子だからなんだっけ、遅刻してきた新入社員だっけ、なんかそういう賞が待ってるらしいんで、今日はですね、どんなメンバーでいこうか。まあ、そうですね、リカルド・エスパダスの実力は、大体見ることができましたんで、ひとまず僕はですね、今回バルカンを一旦左サイドに置いてみたいと思います。そんな感じでいこうか。総合力78129。これさ、前半森崎で後半から若林みたいな、そんな原作さながらの采配とか振るってきたりするんでしょうか。ゴールキーパー次第だよね。でもあの実力だったらね、前半から若林出してくんじゃないの。ということで、ジャパニーズサッカーお借りします。大きいなこの翼くん。アングルの問題か。あ、森崎だぞ、森崎だぞ。みんなに伝令、ゴールキーパーは森崎だぞ。ただし原作的に言うと若林が後半から出てくる可能性もあるんで、このさっき、これは以前にも俺がマークにつく。前半のうちにできる限りボコボコにしてやろうぜ。お、さすが。そして僕の大好きな BGM。 勝負だ、見過ぎ。負けるもんか、この試合絶対に勝つんだ。そうだ、反り待ち程度に負けるわけにいかないんだ。僕が止める。よし、反則タックル。いいよ。おっと、おっとおっと、ソニマチくんが浮き玉できたぞ。あ、なるほどね、ブロックがシュートに対応してるわけね。キャプテン翼2の感覚でいつもクリアを選んでましたけど、クリアはあくまでトラップなんだ。ちょっと待って、キャプテン翼2でもひょっとしてクリアはトラップの対応技だった。お、トラップ、やばい、来たぞ。決めてやる、くらえ。来たぞ若林、頼むぜ。ソリマチくんはさ、強いって分かってるけど、レギュラーじゃなくてまあ準レギュラーぐらいの選手だからさ、止めてくれよ、止めてほしいよ。分主はどんなシュートでも止める。オッケー、コーナーキック。攻めますね。そして翼くんが蹴るって、そっからなんかすごいの打ってこないだろう、まさか。え、嘘、先取り。若林くん、よし来い。どんなシュートでも止める。どんまい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 
翼じゃあしょうがない。ソリマチ君のシュートを止めたところは良かったよ。僕は君と戦うために帰ってきたんだ。美杉君、勝負だ。やべえな、翼が一人いるだけで随分違うな。迷うけどドライブシュートだな。かわしてもその後が厳しい。そもそもかわせるかどうか。よし、ナイスドリブル。ドライブシュートくらいは打てるんだ。いけ、ドライブシュート、打ってやれ。よし、上がれ上がれ。高すぎに当たった、高すぎ程度に当てられたって。なんだって、この浮き玉にヒューガ君が反応して。ゴールへ結びつくプレイができればここだ。見てくれよガモンさん、体のどこかに当たってくれ。そんな博打に負けるわけにいかないんだ。オッケー、ナイスゴール。よし、お、伊沢くんだ。ディフェンシブハーフなんだね。お前を突破すれば一気にゴールに近づくんだ。ザコはどいてろ。お、言ってやれ、ザコはどいていろ。そうだ、オッケー、ナイス。岸田、岸田くんはね、アジア予選で大活躍ですからね、原作で。俺の軽技で抜きます。翼さん、よし来い佐野、俺が受けてやる。ピッチ上でさん付けしてる時点で君の負けなんだよ佐野。カミソリタックルだ、何よそびしてやろう、行くぜ。まあそんな翼もね、なぜかね、ある試合で美杉くんのことを美杉さんって呼ぶ試合があるんですけどね。行け、カミソリシュート、ここだ、ありがとう美杉さん。ここまでは計算通り。よし、穴来たぞ、取れる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 。おいおいおい、高すぎのパスぐらい取ってくれよ。まあ時間も時間でしたからね。よし、よく頑張りました。なんと原作そのまんまじゃないか。なんとまあ原作通りの展開、嬉しいね。予想が当たるって嬉しいですよ。そして愛情を感じますね、作った方の。よし、潰してやる。よし、お、まずいですよ。骨のあるところを見せてくれたい。行くぞ、吹き飛ばしてやるたい。うわ、オッケー、おりゃ、ヘッダー、行くぞ、葵。翼さんとまた勝負ができるなんて。ここ大事、ここすっごく大事。翼、ちょこまかディフェンス、まずい。俺の取り柄はこれだけだ、チョコバタディフェンスだ。翼、俺がこのチームの点取り屋だ。見違えたな、キスギ。おお、ほら、タックルだ。遠慮なく飛ばさせてもらうぜ。行くぞ、行くぞ。俺は負けん、かわしてくれ。必ずかわす。かっこいい、しないだ。勝負だ、お前の大好物出てきたぞ。これが技のプレイだ。
ぞ。行くぞ若林。若林キラー発動。オッケー。よし。采配ミスを怠ったな。ダメよ。うちには若林キラーいるんだから。森崎のまんまの方がいいよ。言ってやった。オッケー、まだ油断できない。向こうには翼がいるから。ちょっと現在地見せて。ヒューガがだいぶ下がっちゃってるね。ゴールデンコンビ三崎くん、早いパス回しで勝負だ。よし、わかった、翼くん。ひそでーい。今夜のおかずは何にしよう。一人センタリング、あ、間に合わなかった。ここを通してたまるか。みんなが作ったこのチャンス無駄にはしない。よし、全力出た。ちょっと状況見せて。なるほどね、ヒューガ君にちょっと戻したいけれど、いけるかな。ヒューガ、イーグルタックル。ナイスくさび。よし、来い。これを決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。ちょっとキックベースみたいな感じになるね。決めろ。中途半端にキャッチングに行くよりは思い切ってパンチグラッ。やったぜ。おっしゃ、若林が出てきてからもううちのペースよ。オッケー、ナイス。燃えてる燃えてる。勝負だ、負けないぞ。こっちから行くぜ。行くぞ、バババス。行くぜ、歩かん方、発射だ。必死パンチング。よし、穴、高すぎが穴だぞ、取れるぞ。これで終了。いやー、前半どうなるかと思いましたけど、若林くんが出てきてから雰囲気が変わったからなんとかなりました。なんてね。初回クリア報酬、協力ありがとうございました。ということで、次はヒューガの特訓前編を皆さんニヤニヤシーンに期待です。このさ、気だるい BGM 初めて聞くんですけど。全日本ワールドユースを追い出されたヒューガは、新しい必殺技を編み出すため沖縄へ修行の旅に来ていた。小次郎、わしがお前にしてやれることはもう何もない。お前が身につけたいと思っている新必殺シュートは自分の手で編み出せ。キラ監督、そう焦るな。お前はこれまでサッカー一筋で来たからな。たまにはサッカーを離れ、一息入れてのんびりしてみるのもいいんじゃないか。このさ、促してる感じ、マキちゃんはあそこの場所に
なんかキラさんが仕掛けたんじゃないかっていうねいい子がいるんだよって紹介してくる親戚のおじさんみたいな感じでさ、明らかにさ、だってさ促してるじゃん。でもキラ監督、俺には時間がないんだ。アジア第二次予選の始まるまでに新しいシュートを開発しなければ、俺はあいつに勝つことができねえ。あいつからエースストライカーの座を取り戻すにはどうしても新必殺シュートが必要なんだ。でもどうやって、どうやって編み出したらいいんだ。ちょっとあんた、ここはサッカーじゃなくて野球のグラウンドよ。まったくもう大事なグラウンドをこんなに荒らしちゃって。それにあんたも一応スポーツ選手なんだから。飲むんだったら水かスポーツドリンクにしなさい。あ、俺の大好物のコーラを。はい、グラウンドを汚した罰よ。ちょっとキャッチボール手伝ってね。何？まったく、なんで俺がこんなことしなくちゃいけないんだ。ねえあんた、今度はちゃんとしゃがんでキャッチャーやってよ。え、お前ピッチャーやってんのか。まあね、比嘉高校ソフト部はまだできたばかりだけど、これでも一応エースよ。それ行くわよ。ギュン。お、これは松山のイーグルショットか。変化球も行くわよ。今度は相田のカミソリシュートだな。何でもかんでも仲間の必殺技に例えてしまう龍河くんがかわいい。ギュオン、これは相田のドライブシュートか。いかんぜ、キャッチボールをしていても頭に浮かぶのはサッカーのこと、シュートのことばっかりだ。そして仲間たちのこと。初回クリア報酬ということで、次は RJ7 との特訓その3が予定されています。ちなみに78000、つえーなすげえつえーな誰がいんの、誰がいんだ。翼とか合流してないよな、まさか。してるだろうな翼。ちょっと待って、ゴールキーパーとかどうなってんのこれ。よくわかんないけど、やります、やります、皆さんやります、これ今日やっちゃいます。じゃあちょっと待って、ん、このシーン好きだった。うん、ほらこのゲーム、スマホゲーでしょ。だからほら、メッセージ送るのにさ、タップしないといけないじゃん。こうやってポヨンポヨンポヨンってさ、ちょっとさ、いやこれ以上言うとちょっと気使っちゃってさ、途中からさあ行ってみよう。そうしましたら、うん、あ、すごい、日本選手のスタミナ 10% アップって初めて見ますよ。海外選手の覚醒、おお。じゃあお借りします、行ってみよう。すんごい強そう。ゴールキーパーは、あ、森崎くんだ、まずい若林くんだったら可能性あったけど、先ほどの試合で1失点に抑えた森崎くんでしょ。まずいよ、まあ、もっとまずいパターンはね、ゴールキーパーが若島津くんだったらっていうね。あ、滝が生意気にもパスカットした。あ、まずいまずいまずい、エースだぞ向こうの。ドラゴンシュート、ものども重いし、ドラゴンシュートだ。ファサ、そうですか、それが君の得意技、ドラゴンシュートの威力ですか。
よし来い。俺が相手だ。わしが相手してやるたい。勝負だ。ほらタックルだ。ちっちゃいからさ、すんごい吹っ飛んじゃうぞ。にしてもすごいよ、向こうのチェックの速さ。みんなが作ったこのチャンス無駄にはしない。なかなかさ、フリーにさせてくれない。あーでもな、松山タックル技持ってそうだから、ここはゴールデンコンビで。オッケー。関君、早いパス回しで勝負だ。よし、分かった。翼君、ひそ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 。ヒューガ、行くぞ。当ててダブルか。もうさ、この顔がさ、シャークタックルだもん。来るだろ。これを決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。これが俺の問答無用。ブロック、雷獣シュートだ。でもあの技もともとさ、シャークタックルって名前ついてませんでしたよね。確かブロックって名前だった気がするけど。よし、ナイスゴール。最後まで攻め抜くのが俺たちのサッカーだ。なんかスライディングブロック的な、そういう表現をあの漫画の中の実況者が言ってたような気がするんですけど、しかし読んだのが今から何十年も前の話でございますんで、定かではない。読み通りだ。よし、エルコンドル。うん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 、そうだね。ヒャッホー君出る。まだ、そういえばあれだよな、ハイジャンピングトリックシュートって見ていないんでしたっけ。それを狙ってみるのも手ですね。おう、こっちだって。誰にも負けねえ。行くぞ。よし、読み通りだ。これがありがたいね。こういうの僕フォワードに一人は求めていたりしますんでね。いただくぜ。僕の理想は各ポジションに守備的な選手、攻撃的な選手、最低一人ずついる形が好きですね。体のどこかに当たってくれ。やったやった、ナイスゴール。いや、そういう点では高い位置でボールを取ってくれる人、守る人として非常に優秀ですよね、彼。もう使えないけどね。もう打ち止めだけどね。もう絶対日野くんへのパスでしょ、今のも。よし、よし来い。これを決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。俺の雷獣シュートは無敵なんだ。決めるぜ、巻き棒巻き棒、好きだよ。ナイスゴール。やったぜ。もう絶対、あ、ワンツーの方か。強いもん、ここで奪えるんだもん。でさ、こうやってさ渡して打てるんだったら打っちゃうよ。もらった。これが技のプレイだ。ノンファイヤー。この役割分担。
出た、バクチディフェンス。お、やるね。オッケー。あ、短い。そうか、30分ハーフでした。これはみんなの力で勝ち取った勝利なんだ。お疲れ様。頑張りましたよ。なんたってニヤニヤかっこ後編が見たいから。初回クリア報酬協力ありがとうございました。さあ来い、ニヤニヤ後編来た。ニヤニヤ後編来た。ヒューガの胸で泣いちゃう。それはまだ来週一緒にする。見てみようかな。さあもう一球いくわよ。これは取れるかしら、私の決め球、ライザーボール。浮いた。パーン。やった。さすがに今の球は取れなかったわね。見えた。何が？俺の新必殺技シュートのヒントが見えた。そっちか。どうしたの？見えたんだ、新必殺シュート完成への確かな明かりが。お前のおかげで見えたんだ。ドッキーン。お前今の球投げるとき腰に腕をぶつけてたよな。うん、腕の回転速度は落ちるけど、テコの原理でボールを持つ手首には新しい円運動が加わるの。こうすればバッターの手元で伸びる上がるボールが投げられるのよ。そっか、なるほど。ヒューガさん。来た。ミスタージェラスこと沢田たけし。いいところに来た、たけし。お前ちょっと俺の代わりにキャッチャーしてやれ。ヒューガさんはどこへ。俺は今から山にこもる。そして新必殺シュートを編み出してみせる。ヒューガ小次郎はこのまま1ヶ月以上に及ぶ山ごもりに入るんで。あった、怖い怖い。1ヶ月さ、消息不明とか恐ろしいよ。お母さん心配しないの。紹介クリア報酬。ということで次回はマキの胸キュンその1、その1ってことは何ですか、その2も用意してくださってるんですか。どうもありがとうございます。じゃあ見るよ。見るよ。このために RJ7 と特訓したようなもんだから見るよ。今日見るよ。見てくよ。みんなも見たいよね。僕だけじゃないでしょ。キュン。いたた。どうしたのマキ、なんか最近元気ないじゃない。うん、近頃胸がキュンと痛むのよね。もう陽一先生の書く恋愛ものってなんかこんな感じがあるよね。胸がキュンと痛むってマキ、あんた恋してんの。恋、まさかこの私が恋だなんて。白状しなさい、男まさりで有名な赤嶺真紀、ついに目覚めてはね。何言ってんの、そんなこと絶対ないって。だってあいつはそう単なる兄貴だって。兄貴って何よ、真紀に兄貴なんていないじゃない。もううるさいな。ドン。何、赤嶺真紀か。神田くん2世誕生者。そんなことないって。うわー、大丈夫、ウプネシが今のうちに頭ゴツンって殴っといてあげるよ、ここで。あ、ごめん。パサ。ん、あんたなんか落として。あ、俺の雑誌。これはなんだよ、まだ読んでんだから返すよ。
僕も頭殴ったけど、マキちゃんの方が強烈だ。いいからちょっと貸しなさい。むぎゃ。だから相変わらず男勝りだな。あいつの記事が載ってる。あいつこんなに有名なサッカー選手だったんだ。キュン。あ、また初回クリア報酬で、マキの胸キュンその2。あ、よかった。またここでさ RG7 とさ特訓した後になんかこういうのあると思ったら、やったやったやった。見ようぜ見ようぜ、さあ見よう見ようぜみんな。おう、ある日の朝、ピンピン。あ、おはようございます。なんだあんたか。なんだじゃないですか。あいつまだ山ごもりから戻らないの？時たま食料の買い出しに町に戻ってくることはあるんですけど、すぐにまた。さすが愛人。そう、だったらあいつに会ったら伝えといてくんないかな。今度ソフトボール部の初めての試合があんだけど、できたら試合見に応援しに来てくれって。あいつのこと話すだけでなんでこんなに胸がドキドキするんだろう。これってやっぱり、ズバーン。よし、いいぞ赤峰、その調子だ。すごいじゃないマキ、昨年の全国大会出場校に堂々のピッチングよ。へへん、ちょろいね。チラチラ。ダメです、ヒューガさん来れないみたいです。ちゃんと伝えたのか。よ、愛人よ、ちゃんと伝えたのか。そっか、あいつはまだあの山に。あいつも必殺シュートを完成させようと必死になって頑張ってんだ。私だって絶対負けるもんか。あいつのライザーボールからヒントを得たシュートがもう完成間近まで来ているんだ。ビシュワ。松山のイーグルショットのごとく地を這い、そしてキーパーの手元で伸び上がり的を捉える。いける。今日中に俺はこの巨木を倒す。決める。この一球で必ず決めるぞ。全日本エースの、違う、全日本ユースのエースストライカーはこの俺だ。バキー。で、あるでしょ、木の陰からさ、ん？ヒューガさん、こんな夜中に何をしてんだみたいな、キャプテン翼2の若林くんに相当するような若島津くんが見ていてくれたりしてないの。そんな妄想はさておきまして、勝った。ネオタイガーショットをしのぐ新必殺シュート、虎を超える。第10シュートが完成したぞ。初回クリア報酬で、やりました。マキの胸キュンその3。やってやった。 RJ7 との特訓その4が間に挟まれなくて本当に良かった。この時点でもう僕が見たいと思った展開がもう見れるぞ。みんなも見たいよね、見たいよね。もう次週とかにしないよ、見たいでしょ。よし、見よう見ようぜみんな。おう、ガシャ。なんだ、今日もキャッチボールする相手がいないのか。そっか、今日試合負けちまったのか。なんで、なんで応援に来てくれなかったんだよ。それはね、沢田武史くんがね、そこまで大事な試合だってところまで伝えてなかったからだよ。汚い愛人、汚い。さすが。え、
私のおかげで必殺シュートができたんだろう。ああ、お前のおかげで今日完成できたよ。私は悔しいよ。毎朝あんなに走ってみんなであんなに練習したのに勝てなくて。泣け、気の済むまで泣け。その悔しさがあれば次は絶対勝てるさ。これはもう自分の中学生時代に重ねてますもんね、日向君は。初回クリア報酬ということで、次回は RJ7 との特訓その4です。うん、もうこれはやんないよ見るもの見せてもらったんで俺は友達いらっしゃいませ。お、よーく見たらさ、この覚醒書っていうのも50まで貯めればもらえるんだね。これレアですもんね。うん、ちょっと待って、ちょっと待ってね。よくさ、毎日あるじゃないか、ミッションでさ。今日も頑張ってください。あ、ありがとう。トレーニングを1回しよう。よし、やろうぜトレーニング。ね、僕はね、これ用にね、一人トレーニングしてる選手がいるんですよ。よろしく。超成功。しなくていい、しなくていい。トレーニングできなくなるから、レベルがマックスにいったら。しなくていい、しなくていい。大失敗で構わないよ森崎くん。なんでそんなとこで張り切ってんのトレーニングできるさ、回数が減るじゃないか。そんなわけで、手元に SR 以上確定チケットガチャが1枚と、SR 以上確定チケットガチャ1500万ダウンロードチケットが1枚。フレンドポイントはどうなってる？お、あるぞ。じゃあ三段活用でいこうか今日は。じゃあまずはフレンドガチャ1回でいいです。フレンドガチャシュート、行くぜ翼。おい、キューガ君。何、行け。やけに豪華。行け翼。お、いいねシャーク。続きまして SR 以上確定チケットガチャシュート。行くぞ翼くん。おう、サキくん。行け、ツインシュートだ。頑張って。赤峰真希希望お、よかったな。マーガス強化されます。では最後にこちら SR 以上確定チケットガチャ回していきましょう。いや、マリーちゃんにはいつも感謝です。シュート、行くぜ翼。おい、キューガ君。何、行け。行け翼。俺だってフランス代表のフォワードだ。お、ちょっと待って、いいねこれ、いいねこれ君次の試合出てみる？ということで、今日はここまでにしたいと思います。本日も最後までご視聴いただき、ご参加いただきどうもありがとうございました。また次回の動画にもぜひアクセスください。お待ちしてます。それでは、またね。さようなら。今回はね、個人的にはとても楽しい回で、もうすぐにでもアーカイブ上げたい気持ちです。すぐにでも。ちょっと待って、あ、ニューなのか。そっかそっか、持ってないのかこの岸田くんは。ん、ちょっとそんなことないぞ。ここにいるぞ同じ岸田くんが。ってことは、っていうことは、ちょっと待って、お兄さん、お兄さん、ちょっと待って。岸田くん、ひょっとしてさ、ひょっとして、ちょっと念押し念押し、ディフェンシブハーフに絞って
そうだよな、同じ岸田くんだよな。だから例えば銅メダル来た銅メダルついに来た。あ、ちょっとこっから見せらんないから。何？非公開練習ですから。ちょっと岸田くん声漏らしちゃダメだろう。